自宅でずっと。高齢化が進む日本、2025年静岡市は人口の 33% が65歳以上になります。地域で支え合い暮らしていくための静岡市の取り組みを紹介します。こちらは S 型デイサービスの会場です。 S 型デイサービスは地域のボランティアが中心となり、高齢者が気軽に参加できる介護予防を目的としたサロンです。笑う角には福来たる。この会場では笑うことをモットーにしています。地元の子どもたちとの交流の機会も増えました。大勢の、ね、仲間が来てとても楽しいですよ。皆さんよくしてくれるもんですからね、楽しみにしてます。お互い見守ることができる環境を作り上げています。こちらでは参加者の皆さんが体操をしています。介護予防体操、静岡でんでん体操です。頑張りましたね皆さん。静岡でんでん体操は無理せずゆっくり声を掛け合いながら体操します。96歳の方も元気に参加していますよ。自分でね、動けるようになった。楽に。足がまだ効かないんですけどね、だいぶ歩くのが良くなりました。歌や脳トレゲームを取り入れ、地域の交流も深めています。静岡市はこうした活動を通して健康長寿の街を実現していきます。詳しいことはご覧のところまでお問い合わせください。